プラズラン公、セザール、アレクサンドル・ロズランがプラズラン公、セザール・ガブリエル・ド・ショワズールは、フランス王国の貴族、外交官、政治家、軍人。ルイ15世時代の筆頭大臣、エティエンヌ・フランスはド・ショワズールのいとこ。いくつかの軍歴を経て、陸軍中将となるとともに、1756年に、中央ストリア大使となった。 1761年から1766年までは、エティエンヌ・フランソワの海軍大臣県人と共に外務大臣となっている。1763年には、ルイ15世の全権大使として、7年戦争を終結させるパリ条約の交渉と調印を行った。これにより、新設のプラズラン公爵に助釈された。1766年には、 エティエンヌ・フランソワの外務大臣復帰に伴い、入れ替わりに海軍大臣となった。海軍は7年戦争で大きなダメージを被っており、立て直しに努力することとなる。しかし、エティエンヌ・フランソワの被護者であった、ポンパドゥール夫人が1764年に死去した後、彼らを失脚させようとする動きが盛んになり、1770年には大臣を辞任することとなった。その間、 1769年には科学アカデミーの名誉会員になっている。セイシェル諸島の中のプララン島は彼にちなんで名付けられた。ありがとうございます。